次週のファッション通信は2016春夏ミラノパリメンズコレクションフォーカスパート1、アウトドア、ミリタリー、ワークなど機能的なユーティリティウェアにフォーカス。その正反対となるノージェンダーの流れを新たな視点で再解釈し、リアルなワードローブに仕上げたプラダをトップフォーカス。機能性とノージェンダー、両極を行くメンズウェアの未来を探る。